電力ビルは、仙台市青葉区にある複合ビル。仙台市都心部のビジネス街である東二番町通りに、面して立ち、東北電力の関連会社である、東日本工業が所有、運営し、オフィス、商業施設、コンサートホールなどが入居している。電力ビルは、東を、国道八十六号、北を、仙台市道青葉千百七十号、広瀬通り2号線、西を、 仙台市道青葉百2 3 3号、大町5丁目新定線、南を仙台市道青葉百2 2 9号、一番町大町線に囲まれる、ブロックの南側半分以上を占めて立つ百尺規制時代のビル。本館、別館、新館の3つに分かれている。エナジースクエア完成前は、東北電力の本店ビルであった。 本館のグリーンプラザや電力ホールなどの集客装置、あるいは多くのバス系統が集まる電力ビル前バス停留所などにより仙台市民にとっては知られたビルである。古くからの仙台市民にとっては高度経済成長前にあたる1960年の完成当時、北日本最大規模の床面積を誇る9階建ての電力ビルは2階建て程度の建物しかなかった。 当時の東二番町通りにおいてランドマークとなった。また、1970年代半ばまで市内の高級ホテルの一つとして君臨し、現在は廃業してしまったグランドホテル仙台も電力ビルの存在を知らしめたものであった。本館内1階には東西に通り抜けられる通路があり、電力ビル前はステート一番町との間のショートカットとして利用されている。 ポピュラー音楽やクラシック音楽のコンサートホールとしての利用や民謡、日本舞踊、演劇、バレエなどの興行、あるいは講演会など幅広く利用されている多目的ホールである。仙台市都心部における民間のホール、劇場としては歴史が長い部類に入る。仙台電力ホールと案内されることも多い。東北電力の関連会社である東日本工業が運営している。 ワンフロア構造であるが、客席は7階から8階に及び、天井は9階まで及ぶ。ただし、出入口が7階にあるため、案内では7階に所在することになっている。会場当初は座席数が1380席あった。開業当初はコンサート開催自体が少ない時代である一方、ラジオやテレビが娯楽として交流していたため、 東ホールではそれらの公開収録の開催が多かった。また、クラシックバレエと古典日本舞踊の開催が東ホールの特徴となっていた。1964年に東京オリンピックが開催されると来日する外国人アーティストが増加し始め、東ホールでの開催も増加し始めた。その後、クラシック音楽のコンサートの増加も著しかったが、九百八十年代に なると、ポピュラー音楽の開催が目立つようになった。1986年、東ホールの稼働日数は288日を数えて、過去最高となるが、バブル景気と、政霊指定都市化などをバックに、石井る仙台市長12月23日の1993年7月3日、が、箱物行政を行って、仙台に次々と大規模ホールなどを建設していった、ため、 東ホールの地位は相対的に低下していった。2002年、東北電力の本店がエナジースクエアに移転するのに合わせ、大幅なリニューアルを施した。これにより、座席数は千席に減少したものの、バリアフリー化や改装による施設の近代化がなされた。東北電力グリーンプラザは、東北電力の PR 施設及び文化施設であり、本館1階に設置されている。 エレベーターホールによって大きく、グリーンプラザと、電化ショールーム及び、IH クッキングスタジオに分かれる。グリーンプラザ入り口には、アントワーヌ・ブールデルの彫刻がある。中には一部に、電力情報コーナー、エネルギーキューブといった PR コーナーがあるものの、プラザギャラリー S 及び、N と、おしゃべりウィンドウ S での展示会、コミュニティルームでのセミナー、アクアホールでの月2回、 週末に開催される仙台フィルハーモニー管弦楽団のミニコンサートなど、特に文化施設としての面で市民には知られている。その他、東北電力の営業地域である東北7県に関する情報や伝統工芸品の展示コーナー、親子休憩コーナーなどがある。電化ショールームはオール電化住宅の相談窓口 IH クッキングスタジオは電磁調理器のショールームである。 グランドホテル仙台は、かつて電力ビルの上階に存在したホテルである。1950年代の仙台には、品格対応ができるホテルが、仙台ホテルと青木ホテルしかなかったため、品格対応できる国際観光ホテルとして、グランドホテル仙台が、電力ビル開業翌日の1960年8月5日に7階から9階の南側部分に開業した。開業日は、 仙台七夕の前日に合わせたもの。1962年、初めて皇族が宿泊した。翌1963年には天皇及び皇后が宿泊し、さらに1972年には皇太子及び皇太子妃も宿泊した。その他、太陽国の王妃の宿泊実績もある。高度経済成長により、殺戦幸福の一つとして、 経済的中枢管理機能が高まりつつあった仙台ではビジネス客も含めた宿泊需要が増大し1974年から翌1975年にかけて主に地元資本による第一次大型ホテル開業ラッシュが起こったさらに1982年6月23日の東北新幹線開業をも見越して1978年には 中央資本による第二次大型ホテル開業ラッシュも起きた。グランドホテル仙台は、まず第一次大型ホテル開業ラッシュの影響を受けて、1975年度から稼働率が低下した。第二次大型ホテル開業ラッシュの到来時には、さらなる業績悪化が予想され、1976年に電力ビル7階を占めていた、不採算部門のバンケットなどを廃止した。しかし、 宿泊に特化したにもかかわらず、1982年の東北新幹線開業効果での業績回復ができず、翌1983年3月31日をもって廃業した。ヒートアイランド減少対策として屋上緑化がなされている。屋上緑地の名称は D ガーデン。入居企業の関係者のみ利用化。屋上には鉄塔や 機械室が入る討伐もある。9階、8階、7階、6階、5階、4階、3階、2階、1階、地下1階、電力ビル、地下飲食店街、地下2階、5階、4階、3階、2階、2階から5階ビル、全体電力ホールその他。ありがとうございます。